信じられない映像パビリオン。フロリダ州オーランドに住むメキシコ人アーティストのラモスさんは、いろんな素材を使い作品を作り出す。これはクモの巣をたくさん集めてきてスパイダーマンの絵を描いたんだよ。彼が使うものはどれも変わったものばかり。本当のスパイダーマンってこと。蝶の羽も、芸術だな本当に。最近は新しいアートに打ち込んでいるんだ。これからその材料を買いに行くからついておいでよ。するとやってきたのはキャンディーストア。次々と買い込むのはお菓子。これで作品を作るから見ていて。グミを適当な大きさに切り貼り付けていく。こうして出来上がったのが、この作品は全てお菓子でできています。肌はグミ、唇にはガム、髪の毛にはキャンディースティックを使っています。他に手掛けたものはエルビス・プレスリー、マリリン・モンロー、マイケル・ジャクソンなど。アメリカのお菓子はカラフルだから表現しやすいし、お菓子を使うとみんな子供に帰って楽しい気持ちになってくれるんだ。なんだか楽しい。美味しそうだよ。そんなラモスさんが最も時間をかけて作ったものがこちらのバイク。6ヶ月を費やし2万個以上のお菓子で制作した。彼の次なる目標はお菓子の家作りなんだとか。そうなんだ、はい、さあ実はお菓子を作った肖像がありましたね。もう一作品作っていただきました、こちらです。お願いします。本当にね、いろんな有名人の作品をね作ってらっしゃるラモスさんでしたけども、はい、ロマグシキュー、はい、じゃあ課長にーにニキニキニキ。いや、実際見るとめちゃめちゃカラフルですね。楽しくなりますね、はい、実際。制作期間は20日間、およそ6000個のキャンディーなどが使われています。顔はグミ、唇にはイチゴのチューインガムなどが使われているんです。匂いを嗅いでみてもらいます。匂いがあるの？匂いちょっと、ええ。匂う？あ、じゃあ加藤さんちょっと匂い嗅いでみてもらえませんか？匂いを。あ、カドバーンすごいいい仕事してるね。ちょっとほんのり甘い香りがするんですが。加工してあるんで、はい、これも食べることができないですね。ただ伊藤さんの唇セクシーですね。絵の方ですよ、絵の方。素晴らしい。超ド級、あっと驚く映像パビリオン。